こんにちは、こんばんは、パクです。パクです。はい、ということで、いつもみんなのパパご視聴皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらですね、チャンネル登録と、はい、ツイッターのフォロー、インスタのフォローお願いします。はい。ツイッターのね、DM とインスタの DM、何でもいいんで送ってくれたら全部返します。うん、ありがとうございます。シュークリーム。シュークリームたらじゃないですか、うんうん、シュークリームなんか美味しく食べる方法じゃないですけど、はい、なんかどうしてもなんかこぼれるんだと、うん、クリームの中がこぼれちゃうんだと、なるほど、うん、こぼれずに食べたいんだと、うんうん、そういうなんかこう要望がありました、うん、ね、うん、パン君じゃないですけど、うんうんうん、それを改善すべく、うんうん、本来のシュークリームの食べ方のあり方が違うと、うんうん、シュークリーム専門のシュークリーム博士が言うにはなんかシュークリームの食べ方があるらしくてそうしたらシュークリームはいいんだぞっていうのがちゃんとした食べ方で、そうですそうです、はいはい、じゃあやってみようじゃないかと、うんうんうん、ね、そういうことになったわけですよ、うんうん、普段のねノーパンの、食べ方、シュークリームなんかあります？いやいや普通にもう食べるだけ、普通に、うん、どんな感じで結局開けて、うん、もう普通に食べるよね、いいですよね、もうで結局まあ、はいはい、こぼれてき始めるけ、はい、もうこんな感じ、そうなるよね、最終的にまあそうならないよう なんか食べ方があるみたいな感じです、うん、早速やっていきたいと思うんですけど、はい、シュークリームにね登場してもらいたいと思います、はい、ね、シュークリームじゃん、呼んでいきましょう、うん、ね、いきますよ、せーの、せーの、シュークリーム、シュークリーム、あ、来ましたよ、はい、シュークリーム、シュークリーム、シュークリーム、雑、シュークリーム、あっ雑じゃん、来ました、シュークリームです、食べ物です、じゃん、シュークリームです、はい、ね、シュークリームね、こちらがシュークリームになります、はい、セブンイレブンで買ったんですかね、これセブンイレブンやね、ね、カスタードホイップ、セブンイレブンじゃなくて俺シュークリームの専門店でね食べる方が好きなんですけど、あーなるほどなるほど、はい、早速ねこれを開けて食べていきたいと思います、うん、ね、これを開けましょうか、開けていいと、ね、いいね、シュークリーム開けていいと、柔らかい、いいですよ、ダブルクリーム、カスタードとホイップシュー、いいくらい100いい、これシュークリームセブンイレブンで買ったらこれもうきっともう欲しいとうるせえよお前、もう最高やないですかこれ、うるせえよ、ね、落ち着け、見てくださいこれ、ほら見てくださいこれ、ひっくり返ったよね今、え、このふわふわのね、え、もうどうやって食べるんでしょうねこれね、あ、でも生地やばいね、めっちゃやばくない、パリパリとかじゃないよね、早速食べる準備をしてください、はい、はい、ということでですね、早速食べる準備の方ができました、はい、わかりましたね、この時期になるとこういうのが頻繁にね起こってきますけども、早速ですね、はい、シュークリーム普通に食べるとどういうスタイルで食べます、はい、うん、こういう感じですよね、それ食べますよね、なんかどうやらシュークリームってこう食べたらいけないらしいんですよ、いけないっちゃわけじゃないんやけど、うん、こうじゃなくてこう逆さにするん、うん、で食べるといいらしいんですよ、なるほど、なんか、うん、これと食べるとなんかあんまりこぼれずになんかいけるみたいなんですよ、あ、そうなんや、分からんけどね、これだけ本来たったこれだけ、そうそうそう、こぼれずにいけるよっていうことで、ここから落ちてくるとかじゃないんや、うん、じゃないらしいんですよ、でも普通に食ったらさ、うん、ここ断面ができるわけやん、うん、噛んだら、まあまあやってみましょうよね、早速ということで、乾杯、あ、乾杯、いただきます、あ、ぶないぶないぶない、もう今のね、マジで企画潰れるよ、マジでどうぞ、おぉいただきます、いただきます、あ、うぶ、ああああああこぼれたよ、今こぼれたよ、意味なくね、いや、いや、ボタボタ言っとるじゃん、意味ない、ボタボタ言っとるって、ボタボタ言っとるって、どうやって食べたのね、結局一緒やん、シュークリームやシュークリームやん、ちょっとなんか…なんだ、うん、おいしい、いいよってやつでしょ、おいしい、おいしい、クリームがこぼれん食べ方ありますよ、ち、おいしい、ほらおいしい、ほらここ奥しよ、ここ奥しよ、んどじゃあ、じゃあ、じゃあもうダメでしょ、畳みたすぎる、まずほんと、パン君がおかしくなった、ほんとに、あー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 、でも汚ねえちゃん、汚ねえちゃん、汚ねえちゃん、おおはい、ということですね、検証の結果、失敗です、うん、うん、まあ、ねえ、めっちゃこぼれたね、はい、まあ、上に食べようか下に食べようか、ね、力が強かったら一緒です、あ、なるほどなるほど、まあ、結局こぼれますよと、美味しいもん美味しい、なるほど、まあ、うん、とりあえず美味しい、普通に美味しかった、本当やこれ、でもまあ検証はとりあえずマジであれだね、はい、もう全然違うからね、なんかちょっとね想像と違いましたけども、うん、ちょっともうちょっと期待しとったのに、はい
ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。みんなのパンのパンクとドイパーでした。ありがとうございました。また見て、バイバイ。はい。あ、いいね。めっちゃこぼしたね。めっちゃこぼしたね。掃除が大変だ、お前、掃除が。こぼれる、これ。絶対こぼれるよ。ね、絶対こぼれるよ。いっそ、もう出る。これ、これ、これ、ほら、ほら。汚ねえじゃん。あー